遅かったじゃないか。テレビを見たまえ。アンダーゼロの事件についてやっている。どんな内容だったっけ。久しぶりだから忘れたぞ。いろんな人がボッコボコにされたやつかな。みんな意識が飛んでいきましたとか。報道ではエデン症候群が集団発生した原因はハッカーによるエデンへのハッキング行為だとされている。ひどいな、そんな濡れ衣を。こぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。逆に黒幕の岸辺のことには一切触れられていない。ひどいな、そんなハッカーだからって全てハッカーのせいみたいな。そしてこの音楽、なんでこんな音楽が流れてるんだ。あくまでも上白は被害者、そしてハッカーが加害者という構図が出来上がっている。ひどいな、どこのマスコミだ。岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今も上白優子を利用して九段のパラダイスロスト計画を進めているのだろう。なんでハテナ。両方ハテナじゃないか。どっちもわからないぞ。どっちがいいだろう。岸辺はアンダーゼロに大量のデジタルウェーブを流し込み、行動の読めないイーターを見事に操ってみせた。おそらくあれは実験だったのだよ。デジタルウェーブとイーター両方を制御できるか否かのね。そして制御できたらハッカーと戦わせてみるとか、そんな話か。今まで利用してきたハッカーの掃除もできて一石二鳥だっただろうな。君たちはその生贄にされたのさ。ひどいな。ああ、両方聞けるのな。それに関してはまだ何も手がかりがないな。何もわからないからな。だがおそらく岸辺の計画は佳境に近い。優子君は計画の最終段階に欠かせないキーなのだろう。岸辺理恵は本来作為的に操ることなどできないデジタルウェーブの流れを操作可能にした。何でもかんでも操作可能にするんだろ。パラダイスロスト計画もいつ発動してもおかしくない。君のログ情報から急いで上白優子の居場所を割り出そう。ログ情報って。そしてそれと並行してこの計画の真の目的も探らねばならない。パラダイスロスト計画の肝はデジタルウェーブをコントロールして得ることができる何かだ。俺たちの戦いはこれからだみたいな会話になってないか。最近迷いが事件が起こった地点と新たに手に入れたデジタルウェーブの流れのデータ、これらの情報を照らし合わせれば最終的にデジタルウェーブが注がれる点を予測することができる。なんでできるのよ、俺にはできないぞ。おそらくその点こそが計画の中心地だろう。これらの検証にはしばらく時間がかかる。悪いがもう少し待っていてくれ。しばらく時間がかかるだけでできるなんてすごいな。天才か、あんこさんは。誰だ。よかった、無事だったんだね。あなたも無事だったんだね。実はオメガモンが君と直接話したいんだって。ザクソンフォーラムに来てくれるかな。ザクソンに来い。あそこならあんまり目立たないで済むだろうし、よろしくね。いや、ザクソンは目立つぞ。キャプター11になった。メールはいっぱい来た。で、いっぱい来た。頑張ってみるよ、頑張って。友達のこと教えてよ。チャットで知り合ったノキア新たたち。まだわからない、帰れない。他の人たちは。ザクソンに行けばいいのかな。どこだ、ザクソン。ここか。オメガモンがいた。
うちのリーダーはとか言って、ちょメールが、メールメール、なんかくれたのね。来たよ。来た来た。待った15分ぐらい待った。ほらほら、オメガマン来たよ。来たよ。呼び出してすまない。だが通信ではなく君たちと直接話し合いたかった。びっくりだよね。すっかり大人になっちゃったみたい。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど、ぶっちゃけこの渋かっこいい感じも。イケメンだから。オメガモンはイケメンだから。でもってこっちの世界に来た理由とか忘れてた、いろいろなこと思い出したんだって。それをなんで俺に言うんだ。ノキアに言えよ。それじゃあオメガモンさん、どうぞ。ありがとうノキア。では聞いてくれ。まず私がこの世界に来た理由、それは我らデジモンの住まう世界デジタルワールドを破滅から救うためだ。いつものパティンだね。デジタルワールドはインターの猛威にさらされ滅びの危機にある。ガルドキャノンでぶっ飛ばすはいいじゃないか。インターがデジモンの世界にも。ああ、データを食らうインターにとってデジタルワールドは最高の餌場だ。そりゃそうだ。成長期とかその辺だとパクパク食べられてしまう。奴らはこの瞬間もデジタルワールドを喰らい侵食している。だったらあなたが倒せばいいじゃないか。私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン、ロイヤルナイツに名を連ねるデジモンだ。我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。何を言ってるんですかね。イグドラシルとはデジタルワールドを司る存在、秩序そのものだ。イーターの出現を感知したイグドラシルは奴らを監視し、さほど時を置かず脅威を滅ぼすエラーと判定した。ロイヤルナイツって自分勝手に自分の正義を掲げて勝手に暴れてるだけじゃなかったっけ。その意思に従いロイヤルナイツは奴らの完全排除を目的とし、イーター発生の原因を探り始めた。自分が好き勝手に思うように動くだけだったような気がしたんだけどな。俺が正義だとか言いながら。そして脅威の発生源を特定した。それは隣接する異世界、君たちの世界が誕生したばかりのとある電脳空間だった。誕生したばっかりのとある電脳空間ごときに負けるのか。え、私たちの世界のとある電脳空間、それってもしかしてエレンだ。ポッドでの世界に負けてしまうのか。他のネットワークは人間の意識を完全にデータ化して電脳空間に出現させた最初のシステム、エデンアバター。つまり人間の精神データこそがイーター発生の原因であると判断したのだ。エデンという電脳世界で現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、劇場、攻撃性。なんだそれ、ネットの掲示板の話か。そのデジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。ネットの掲示板なんか書き込んだことないけど。そんな。無論早計な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。私がそうであったように。だが自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。誰が言ってるんだ。そいつの固有名詞を出せ。彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。誰だ、誰が来るんだ、誰がボスになるんだ。滅ぼす。人間世界っていうと どこからどこまで。中野、東京、日本。そうだ、この地上すべてだ。イーターを我らの世界から排除したところで人間という発生源を消し去らない限り奴らはまた現れる。この人間を消し去ったらデジタル世界が消えるんじゃないか。人間を滅ぼす以外イーターを完全に排除する術はない。それが彼らの下した結論だ。デジモンが私たち人間を。彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ
目的を遂げるつもりだ。究極体軍団とか倒せないよ。攻め込むってどうやって？デジモンは現実世界には出てこれないし。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらずデジモンが出現する現象が起きているだろう。バンデモンとか出てったしな。どっちだ？どっちもじゃねえか。迷いがそこ。人間世界とデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。語り出したで、そんなのどうでもいいよ。その壁に大穴を埋め、次元の隔たりに扉を作り出せば二つの世界はつながり、原理原則が重なって混ざり合い。これアグモンとガブモンの声優さんが一緒に喋ってるのかな。結果、あらゆるデジモンが往来可能となる。シンクロとか言ってやってるのかな。昨今、東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常はおそらく扉を開くための準備に違いない。パラダイスロスト計画とはそれだ。それをなんでやつがやってるんだ。つまり、計画を推し進めていた岸辺という人間は彼らロイヤルナイツの意向に従っているか、もしくは操られているのか。精神を操られている可能性が高い。高い。じゃあオメガモン以外のロイヤルナイツもこっちに。2つの世界は完璧に隔絶されているわけではなく、わずかな次元の裂け目がいくつも存在する。なんで オメガモンだけ入れたんだ。私もアグモンとガブモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができたということを喋ってほしかったから、あえてフラグを立てた。次の言葉で一緒にして返してくれたけど、ありがとうオメガモン。意思疎通ができているな、俺と。予期せず記憶の一部を失ってしまったが、そんな話だろうと薄々感じていたけど、まさしくその通りのことを言ってくれた。私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。でもジョグレスするやつは2人というか、アグモンとガブモンしかいないぞ。強いて言うならVモンあたりなら適当に来れるんじゃないか。そっか。私は何としても彼らを人間世界への侵攻を阻止したい。自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが、許されようはずがない。絶対正義の名のもとに何でもしたらいいんだよ、ロイヤルナイツは。そんな奴らの集まりだ。そのような破壊的解決を私は望まない。オメガモン、うん、私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっともっと仲良くなれるはずだもん。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。じゃあロイヤルナイツが一番上じゃないじゃないか。黒幕じゃないじゃないか。それを解明し事件を解決に導くには君たちの力が必要だ。アルタさんも呼んであげてくれないですか。多分あの人ディアボロモンに進化するから呼んであげてよ。待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。待たせたな。だがその甲斐あっていろいろと興味深いことが判明した。アルタさんは事務所に戻りたまえ。直ちに会議だ。犯行作戦を立案しようじゃないか。話聞いてたのか、もしかしてあんこさん。私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。聞いてなかったのか。アルタさんも呼んであげようよ。ねえてば。お待たせ。それじゃあ京子さん、作戦会議始めちゃおう。実はすでに来ていたとか。いや、あと一人重要なキャストがまだ来ていない。来るんだな、やっぱり。重要なキャスト？私たち以外に誰が？ディアボロモンだよ。ディアボロモンが必要なんだよ。げえ、重要なキャストってまさか。だが、岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみりゃ、暴走イノシシアタック少女も一緒だよ。なんだか不安でな。究極体になってないアルタさんはまだ使い物にならないよ。俺ホモだけど。ウキ、それはこっちのセリフです。レジェンドとかどんだけあれこじらせてるんですか。この中二とかいろいろこじらせ少年。そもそも何よ、
めちゃくちゃ言ってるな。悪いが、この作戦は誰一人かけても成立しないんだ。暴走イノシシアタック少女もレジェンド、ただし中にこじらせ少年も協力してほしい。まあ、俺は岸辺を叩けるんなら何だっていいさ。早く始めてくれ。協力しろよ。だ、そうだ。暴走イノシシアタック少女も異論はないか？あだ名がついてしまった。あとは、その前にちょっちみんなに聞いてほしい話があって。おじゃに話せとか言うんだぞ、どうせ。うん、それがパラダイスロスト計画の全容か。誰が喋ったんだ。なるほどな。人間世界の破滅とか、マジかよ。そこまで話がでかくなってんのか。その情報のおかげで私の仮説も全て立証された。感謝しよう、暴走イノシシアタック少女。モキアが喋ったのか。いや、私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうか。それでは改めて作戦会議を始めよう。いいあだ名じゃないか。あだ名。まずは事実 A、 岸辺里恵の目的は次元の壁に穴をうがつこと、次元の扉を開くことであると判明した。判明した。事実 B、 その岸辺里恵によって上白優子が誘拐された。優子さんが誘拐された。これら A、B の事実はおそらく無関係ではない。 A を達成するために B の実行が不可欠だったのだろう。つまり A 足す B は C になるってことか。そして A はまだ達成されていない。よって今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。簡単なこと言ってるじゃないか。 B 実行の理由はこの際気にすんなってか。いくらなんでも強引すぎんだろ。十分じゃないか。名推理とは得てしてそういうものさ。女の子を助けるのに理由がいいのかい。だが至極真っ当な君の疑念の雲を払うため、私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。なんだ。はい、変わらずつかみどころねえな。この証拠とは何だ。最近起きた迷いが事件の発生場所、そして現在検知可能なデジタルウェーブの流れをシミュレートした結果。そういえば調べるとか言ってたな。すっかり忘れてた。定常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。ふぅ、東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ、私はこの環状ネットワークをデジタルラインと名付けた。なんだ、地下鉄か地下水道か。驚くべきことに、デジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場は人為的な制御がなされている。十中八九、上白、岸辺たちの手によってだ。各地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築に関連していたらしい。エデンスポットってどうやって入るんだろうな。生身の体持ってる人間は入れないんだけどな。どうやってるんだろう、よくわからんな。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があったとはな。要は龍脈みたいな道ができてるってことだろ。ムキアさんのこの顔、知ったかぶったような顔。ふんふん、余裕余裕、分かってる分かってる。で、なんだってみたいな。その通り、このネットワークは流脈、レイラインなど古くから存在する超自然的なエネルギー場と酷似しているデジタル用のエネルギーライン。岸辺たちは長い時間をかけてデジタルラインを整備していたんだろう。デジタルウェーブを循環させる構造はそれ自体がエネルギー反応炉であることを示している。まあいいから、もういいから、そうそう、長い話はやめて、結論を言え、結論を。蓄積し、冷気させ、増幅して放出する。実によくできた構造だ。全くだ。このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルウェーブを放出することで扉が開くのだと私は考える。ダムの決壊みたいな感じかな。エネルギーの冷気状態から推測するに、パラダイスロスト計画はいつ実行されても不思議はない状況と言える。もう黙ってられなくなったか。
そして現在エネルギーの流れに著しい変化が見られるポイントがある。エネルギーの流れを追いたどり着いた先は六本木だ。六本木だ。六本木の地下には上城の研究施設がある。六本木地下施設と呼ばれているらしい。地下水道か。なんともそっけない政府関連施設じみた名称だと思わないか。パチモンだろ。そうだ、以前調査した地下道、その奥にあった例の施設だよ。もう答えはそこにあったわけだな。君のログ情報を追跡した結果、上城優子と別れた地点と座標軸が一致した。本丸は間違いなくここだ。よし、じゃあ攻めていこう。そこを攻め落とせば優子奪還、一生は確実ってわけか。けど計画阻止は微妙だな。というと A 達成に B 実行が必要だったとして、 B が実行された時点で A 達成に必要な条件 C が成立しているなら、すでに B は日本語で OK。簡単なことを言ってるのにどうしてわからないんだ。黙れオタクアラタ、略してウォラタ。抜かりはないさ、オラタ。オラタ君になってしまった。デジタルウェーブの制御自体を妨害するんだ。説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブの流れを制御して構築された人工物だ。つまりぶっ壊してしまえばいいんだろ。その制御はエデンスポットをはじめとする各種装置の稼働やコンピューターオペレーティングで行われている。長いな。つまりそれらを妨害できれば。妨害すればいいってことは破壊すればいいんだろ。早く行こうよ。なんともアナログな方法だな。要は電源を落としちまえってことだろ。そうそう、ぶん殴って電源を落とせばいいんだ。その通り。しかし向こうもそこが弱点なのは承知しているはずだ。予備電源の一つや二つ用意しているだろう。ガルルキャノンをぶっ飛ばせばいいんだ。だが同時多発的に工作を行えば必ずほころびは生じるはずだ。いっぱい人を集めて一斉に電源を送るとか。どこに人がいるんだよ。アホ、そんなもん東京中を停電させりゃ一発だろ。そっちは俺に任せてくれ、京子さん。マジか、すごいな。あれ、東京中をって、だからどうやって。ハッカーだぞ。はぁ、俺はハッカーだぜ。ハッカーがやることは一つだろ。ハッカーって言えば何でも解決するんだろ。もうこのストーリー単純すぎて簡単だわ。知った連中を集めて各地の電力供給システムにハッキングを仕掛ける。一斉にド派手にな。ま、加減はするさ。影響範囲は必要最低限に絞り込む。その分時間はかかっちまうが。なるほど。君には各地にあるエデンスポットへのハッキングを依頼しようと考えていたのだが、確実に岸辺の京を突くとするなら絡めてから攻めるべきだ。美なるかな、美なるかな、無形に至る。作戦名無形の陣といったところかな。どういうことだ。お、いいね、孫子。真なるかな、真なるかな、無形に至る。ノキアさん理解できてる。そうそう、それでいいんだ。俺もそんな感じだ。あなたがそっちなら、私たちは言うこっちだね。だよね。俺を頼るな。お前一人で行け。理解が早くて助かる。なんで俺を頼るんだ。では、君たちは地下道から六本木地下施設へ向かってくれたまえ。童貞は助手が把握しているはずだ。そんじゃ、同時作戦開始だ。優子は任せたぜ。どてちゃうわ。よし、優子っちを助け出すぞ。でもって、パラパラダンス計画なんてのも絶対阻止だ。おーって言ってほしいな。愛ちゃん大勝利とか言うのに、おーは言ってくれないんだな。はあ、やっと終わったかな。長いストーリーだった。お、特訓指示が完了した。クイズだよ。知らんわ、ただにしとこう。
またお母さんが何か言ってる。写真撮っておくわね。送って送って。仕事、写真撮っておくって言うとのに、仕事はどんな感じっておかしいじゃないか。ありがとうって言うべきだぞ。特に依頼は来てない？あ、近いくんだったな。